こんにちは、マカロニです。今回は、コモンの、ダダーって面白そうな、エンチャントだったので、試してみます。貴族性 ×3 ってどんなんだろう、わら。元の、ダダーは、こんな感じ。途切れない攻撃が、締め具っぽいですね。期待に、胸膨らみますね。まずは、貴族性、一つ目、マックスにします。お、926ダメプラス238になりましたね。続いて、貴族性二つ目、マックスにします。お、926ダメプラス357になりましたね。締め具の基本ダメは、700程度だったので、一撃ダメは、ダダーのが、上、じゃないですか？最後に、貴族性、三つ目も、マックスにします。おお、926ダメプラス476になりましたね。毎回、1402のダメージ、これは期待できる？キノコ使うと、こんな感じ。いいねードラ、キノコ、ってこんな感じ。これは、いける、気がする、わら。これで、いつもの、ボス、早く倒せるのか、試しに行ってみようと思います。それでは、どうぞ。回復は防具の、HP オーラと、弓の、流れ込む魂、併用で、行きます。ゴーゴーゴー。削れてはいますが、締め具と比べると、攻撃速度が物足りないですね。防具の攻撃速度 25% アップもあった方が良さそう。まあ、でも、脳筋で倒せそうですな。倒したー。月のダガーのようには、いきませんでしたが、それなりに使える結果でした、わら。以上になります。また面白い組み合わせ出たら、試します。ここまでご視聴。ありがとうございました。チャンネル登録、お願いいたします。